自分が生きた証っていうんですかね、のまあ、あの微々たるもんかもしれないですけども、そういうことをあの残しておきたいという思いがあります。人間ですから、少しでもあの将来の地球の姿っていうのをですね、考えながらこう生活するということに、あのなんかどっかで役に立てば、いいなと思うんですね。で、まあ、自分だけでできるというよりは、あのそういうことをやっている方のお手伝いを私どもはやれればなというふうに思います。私はあの地質を勉強したんですけども、最後の2年間にですね、出会うことができた、先生から学んだことが一番あの大きいと思いますね。で、もともとあの私は地質をやるつもりで大学に入ったわけではなかったんですけども、地質で何を考えるべきかということの中にですね、やはりその、あの、地層ができた時の、環境だとか、背景をやっぱり想像すると、学問だってことはよく分かってきました。で、例えばこの水戸の大地でも、水戸の大地の下にある、岩盤はですね、まあ、おそらく今から1400万年前ぐらいに堆積したものなんですけども、まあ、そういうその1400万年と、いうこう時代をですね、あの乗り越えてものを考えられるということがですね、あの素晴らしいなというふうに思いましたね。その地層ができた時代っていうのが一体あのどんな時代だったかということを知ることによってですね、今もあの歴史はずっとつながっているわけですから、同じようなことがこう繰り返されているわけですね。やはり、昔あったことは、あの、将来人間がこう、あの、出会う可能性がありますので、まあ、昔のことを勉強したり、昔の環境を知るってことはですね、そのまま、あの、これからの未来をですね、予測することにつながっていると思います。僕らは、その100年先とか、1000年先にも通用するような設計をしようとか、というのをよくこう、あの、先生方と話をするんですけど、まさにやはり、あの、自分たちがこう、生きてる間だけじゃなくて、こう、100年とか、1000年とか、1万年とか、っていう時代、先を見越してですね、ものを作る、ということに少しでも役立てばなと思います。事実というか、まあ、あの、現場の現象をですね、やはり見るところから、こう、スタートするのが、あの、本当だと思うんですね。物理とか科学とか、他の学問というのは極めてこう実験からいろんなことを導き出して答えを出すというふうに、あの、進んでますので、地質学もやっぱりあの、そういうことにするためにはですね、あの、もっと便利な道具が必要だろうというふうに思ってます。デジタルクリノメーターというあの地層の傾きを測る機械なんですけども、昔はですね、こういう磁石を使って測ってますので、一箇所測るのに非常に時間がかかるんです。で、ともするとですね、やっぱりあの、自分がある程度答えをイメージしてものをサンプリングしてしまう。そうするとまあイメージ通りの答えにはなるけども、サンプリングの時点でですね、まあ、あの、ある考えを持って取ってきますので、もしかすると違う答えがその現場にはあるのかもしれない。で、そうするとですね、やはり数多く測ればですね、何か違ったことが、あの、浮かんでくるんではないか。で、あの、このデジタルクリノメーターっていうのを作ることによって、いっぱい測ることができるし、この、あの、磁石で測るクリノメーターはですね、測るのにちょっとやっぱり、あの、専門家としてのテクニックが必要なんですね。経験が必要なんですよ。で、ところがこのデジタルクリノメーターは、誰でも測れる。そんなに経験がない人でも測れる。まあ、あの、場合によってはですね、学生さんだとかって手伝いを頼んでですね、ちょっとみんなでいっぱい、あの、データを取ってきてやると。で、それを、こう、統計的に処理することによってですね、また違う答えが出てくる可能性がありますので、やはり、あの、事実をたくさん集めて、処理するような学問にですね、やっぱり地質学もしたいなというふうに思っています。
自分たちでしかできないものというのをこう大事にしていくような人材をですね、会社の中に作っていきたいと。まあ、それがどうしても、今やらなきゃなんないことの一つだと思うんですね。まあ、会社はやっぱり継続させるものですので、まあ、どうやって次の世代をこう育てていくか。まあ、それはやはりまあ、お客さんに、根ざしたものを作ってればですね、そう大きな間違いはないんだろうと思います。できるだけですね、こう、好きな仕事を、やらせたいというふうに心がけてはいます。まあ、面白いと思うことですね。やっぱり、好きだってことが、やっぱり技術を育てる、大元ですので、まあ、興味があれば、ほっといても、勉強するというところに、やっぱり、期待をしていきたいと思います。今を見るというよりはですね、過去を見て、この日本がどうなっていくかってことを考えているのが地質学者だと思います。まあ、人間がこう見れるのはですね、まあ、この、大震災で、まあ、6メーターぐらいですね、大地は動きましたけども、でも人間の目には、映らないんですけども、でも、実際は、1万年とか100万年かけて、大地は動いているわけです。まあ、人間の人生はすごく短いものですから、もう、その一瞬しか見てないんで、この動いてる大地に自分らはこう住んでるということがですね、実感できるような、こう、ソフトウェアを作りたいなと思います。